こんにちは。今日は、アップガレージで1500円で買ってきたスピーカーをリアに取り付けます。取り付けるのはシートの後ろ。パネルを全部取らないと、スピーカーホールにアクセスできません。じゃ、いろいろ外していこう。シートを止めてるボルトを外す。ボルト取ったら地面が見えるぞ。シートベルトも取り外す。トランク側に回ってまたボルト外す。の、前にカバー外す。まだどっかくっついてるな。このナットを外したらシートが取り外せます。シート外したらこんな感じです。ついでに掃除しとこう。パネルを固定してるビスを外そう。こんなんで固定されてるんやね。ウェザーストリップを外そう。あとは多分ピンで止まってるので引っ張ってみる。はい、取れました。助手席側しかスピーカー配線来てないやん。じゃあない、配線引っ張るか。まず助手席側、適当に配線して、ここに取り付ける。ここにビス入れろ、って部分があるから、そこに鉄板ビスぶち込む。はい、オッケー。どうせ見えないところなので、配線はカーペット付近に転がしときました。あ、そうそう。パネルの裏側にスポンジ貼ってあるから外すの忘れないようにね。さ、元通りに組んでいこう。